大阪、直接会える大阪お話し会で、その後浴衣の撮影があります。自宅警備員アリンさん、お越しありがとうございます。そうです、浴衣で研究生の撮影ができます。ぜひぜひ待ってます。清水さんありがとうございます。やっほー、こんばんは。こんばんは。撮影会行こうかなって思ってる。やったー。じゃあ可愛くポージングしなきゃ。そう、こんばんは。佐川さんおはよう。なんかおはようって言っちゃう。こんばんは。やっほー、こんばんは。お耳かわいいね。だってやった。お耳、耳褒められたの初めてかもしれない。ありがとうございます。キャンは今日もかわいい。ありがとう。やった。胸肉はどんな感じ？胸肉は私一気に買ってで、焼いたのと茹でたの半々ぐらい作って、冷凍してちょっとずつ消費してってます。作り置きってやつ、美味しかったですよ。今日もちょっと食べたんですけど、そういい感じです。応援団、そうです。ちょっとだけしてました。元だけどね、今はしてないけど。お洋服精査な感じで買う。そう、今日はこれすっごいお気に入りなの。ここにあれ、ワンポイントありありなんだけど、そう、普通のねシャツっぽいじゃん。でもね、ここがパフスリーブになってて、すごくお気に入りです。普通のシャツじゃないんですよ。可愛いですよね。幸子もお気に入りです。鶏肉ってうまいよね。うまいよね。めっちゃ好き。なんか私タンパク質取ってないと不安病になっちゃう人なので、定期的に作ってますね、鶏肉は。そう、やすぺーさんありがとうございます。白めっちゃ似合う。だってやった、イエーイ。やっほー、さち来たよ。ありがとう。やっほーやっほー。そう、タンパク質大事だから。さっきちゃんこんばんは。こんばんは。ローマ字だから英語かと思ったけど、こんばんは。清水さんありがとうございます。そう、シロッチ、サッチ、今日シロッチです。いや、いやいや、サッチ、ヤッホー。いつか歌番組呼ばれてやねー。ほんと遠い夢だけど出たいですね、私も。こんばんは、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 こんばんは。サッチ、ヤッホー、ヤッホー、サッチだよ。ヤッホー。キヨ兄さん、ありがとうございます。ピッピッピー。なんか吹奏楽すごく憧れてた。これで思い出したけど、トランペットとかね、弾きたかったんだけど入りませんでした。りゅういちさんありがとうございます。そう、憧れてる楽器、金管っていうのかな、金管か木管楽器弾けるのすごい憧れます。こんばんは。かいわれさんありがとうございます。しゅんちゃんさんありがとうございます。今日ひめなちゃん誕生日なんですよ。みなさん、ひーたんおめー、ひーたんおめー。そう、楽器さ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。吹奏楽いいな。そう、弾きたかったの。みやこーちゃんさんありがとうございます。体験会には行ったんだけど部活には入らなかったです。軽い。いた、おめえ。でもちゃんとメールで言いました、おめえ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは。いた、おめえ。
こんばん、今日だよね、今日こんばんは、やっほー、こんにちは。英語や、ありがとうございます。ありがとうございます。ツアーのレッスン頑張ってますよ。今メールでおめなんで、メールではちゃんとおめでとうって、ヒータンのことを私ヒタソって呼んでるんですよ。ヒタソおめ、ヒタソおめでとう、なんて送ったかな、忘れちゃったけど、ヒタソだけ覚えてる。ヒタソおめでとうって。好きなアニメありますか？鬼滅の刃最近めちゃくちゃハマってます。最近っていうか結構前か、漫画全巻買って読みました。この前あの刀鍛冶編が終わっちゃってね、終わっちゃったけど、そう見てました。さっきヤッホー、ヤッホー、ひたそ、そうひたそって呼んでみて。そう、あれなんかさ、カタカナのウがさソに見えるじゃん、だからひたそって呼んでるの。リンゴさん、猫ありがとうございます。鳥もありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、片山家の里編だ、そうそう、それを見てました。私甘露寺さん好きですね、みつりさんね、泣けたよね最後。なんか漫画で全部読んでたから、なんかストーリーはある程度覚えてるんですよ。でもなんかアニメになるとまた違って感動しました。なんていうの、なんかやっぱ絵になるとすごいまたいいなと思った。ね、そう1時間以上、70分ありました。 そこからお風呂に入ったから、となんか急遽思い出しちゃって、あ、そういえば好き、決めてやんってなって、そう大変だった。ね、アニメだとまたいいよね、あの禰豆子がさ焼けるシーンがあるんだけど、そこがリアルだった。毎日自炊ですか？毎日ではないかな、たまに普通だけど、買ったりするけど、自炊は心をかけてはおります。今日は買いました。鶏肉は作り置きなので、鶏肉もちょっと食べたけど、ちょっと買いましたね。半分買って、半分みたいな感じで。こんばんは、こんばんは。柱稽古編。ねえ、私大好きなの。なんか全部言ってるけど、本当に全部好きなんですよね、鬼滅は。でもやっぱ無限上編は、楽しみですね。きっと映画になるかな？どうなんだろう、わかんないけどね。20世紀ともちゃんさん、鳥、ありがとうございます。あと48タイムズさんに、なんていうの、取材、48タイムズさんに掲載させて、うん、してもらっているので、チェックしてくださったら嬉しいです。3期研究生の24個の質問ですよ。そうサッチーのことが詳しく知れると思うので、そう、たくさん書きました。ぜひぜひチェックしてくださると嬉しいです。48タイムズ、こちら、ヤッホー、ギョイ、了解、オチェオチェ。今日もめかい、最近メイクが安定してきました。最初の頃は本当に何からしていいのかという感じでしたんですけど、少しずつ慣れてきましたね。森健銀子さん、ありがとうございます。おりちゃんさん、ありがとうございます。おんぷおんぷおんぷ、改めて立ち見たら可愛いって思う。ありがとうございます。やったね、嬉しい。可愛いってやっぱ嬉しいよね、言われたら。ありがとう。ヤスペさん、ハートたくさんありがとうございます。あ、ナチュラルチークね、一番最初の配信は天然チークでした。あれはでも今日は人工チークだよ、これ。人工チークです。まつげ長いって本当？やった。
ばんは、こんばんは、やっほー。さっち、やっほー、こんばんは、やっほー。お昼間からだけど、さわいさっちしか見たくて、ありがとうありがとう。チークはキャンメイクです。今日の服はフリフリしてる。今日の服はどうだろう。フリフリはしてないかな。ちょっとガーリーな感じ。お気に入りに。こんばんは、こんばんは。天然チークは来るの？今日はね、なんか暑くないと天然チークは出なくて、今日はちょっと電気代高いけど除湿をつけているので、いい感じです。サチも可愛いな、ありがとう。嬉しいだけ。しいたけたけたけ。全身見せて、あ、全身ね、黒のスカート履いてたんだけど、お家に帰ったから部屋着の人だけ部屋着。そう。サチヤッホー、ヤッホーヤッホー。サッチ、ヤッホー、ヤッホー。そうし。でも、まあこれでもギリ、外には出れるぐらいの部屋着だから大丈夫。そう、これでもギリ出れるよ、多分私は。だから大丈夫です。黒の、本当に、ふわっふわの、スカートを履いてました。サッチ、サッチ、サッチ、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。正直にそうです、すいませんそう。夜ご飯何食べた？夜ご飯はシュウマイと鶏肉ちょっと食べました。あとご飯です。サッチサッチ、ヤッホーヤッホー、こんばんは、ヤッホー。そう、セーフですよ、セーフ。同じ会したことないけど撮影会参加しても、やったー、ありがとう、待ってるね。今日も可愛い、ありがとう、やった。パセリさんの配信から来ましたって。あ、パセリさんの方ありがとうございます。しらす納豆が食べたくて、しらす納豆はもう本当に食べてください私毎朝それです、絶対に。あ、ごめん、それは嘘だ。納豆がないときは卵。しんさん、ハートありがとうございます。こんにちは、可愛すぎる、ありがとうこんばんは、こんばんは。あ、7月17、そうです、7月17のお話し会ありがとうございます。さっち、やっほー。朝ごはんだった。そう、朝100ご飯。パンの日は、ないに等しい。これは言える。断言できます。ないに等しいですよ。私は。めちゃくちゃご飯派。ですね。パセリさんが配信でサッチのこと。やったーありがとうございます。くまねっぽさん、ありがとうございます。サッチ公開で明日スラスがスーパーか。その日が来たらいいな。あ、シラスがないかもみたいな。ミシェルボーイさん、ありがとうございます。リちゃんも配信してるんだ、なるほど。しんちさん、ありがとうございます。かわいい、そのハート。サッチ、また来ました、ヤッホー、ありがとう。オクラ納豆もいらっしゃい。オクラ、お、ちょうどオクラがあるよ、今食べたい、食べたい。鳥みたいなポーズ、そう、鳥もらったから、鳥も、鳥ポーズ返し、ありがとう。生まれ変われるなら、キッチンさん、お花ありがとうございます。はるさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。大阪の撮影会参加するかもやったら、え、ぜひ来てください、待ってます、サッチがありがとうございます。オクラとかネバネバ系好き、好きです。オクラは今冷凍で常備してますねこんにちは、こんにちは。はるさん、ハートたくさんありがとうございます。ポリポリ
撮影会めっちゃ楽しみ。それな、私も楽しみ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ポーズどんなのする？ポーズね、全然もうまだ全然決まってないです。悩んでます。キャハッキャハッチッあ、なんか冷凍のオクラが売っててそれを買いました。なんか、うん、そうなんです。ミシルボーイさん、ハートありがとうございます。さち、撮影手が震えてありがとうございます。東京から役場先生が、すごい、ありがとうございます。耳栓常備ですね。そう、大阪は浴衣を着るのでワクワクドキドキですね。さち、業務スーそう、行きたい、業務スーパー絶対いいよね。一人30秒でできるがいっぱいね。パシャッ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 、ちょっとゆっくりめでお願いします。大阪でやっぱりたこ焼きが食べたいです。あと、あの陸郎おじさんのチーズケーキすごい食べたい。あと557だったっけ、なんかシューマイだったかな、すごい食べたい。りょうちさん、ありがとうございます。だよね、なんかね、チーズケーキも、あ、551かなんで7にしたんだろう。551だ、ありがとうございます。そう、全部シューマイも好きだし、シューマイとか豚まんとかも好きだし、チーズケーキも好きだから、そう、めちゃくちゃ好きな食べ物が多いんですね。なんで7だったんだろうね、私。1だ、ココナ、ココイ、ココ、ココイそう、食べたいなって思ってます。ピンクのスーツを手作りしてます。すごい、見つけますね。すごい、ピンクか、すごいいいね、衣装みたい。551だチャーシューマンがいいんだね、すごい。そう、私もたまたま大阪行った時すごい並んでて買うのを断念しました。よちさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、やっほー。おりちゃんさん、ハートありがとうございます。ハートキュンキュコキュンくん、さっち、やっほー、おはよう、こんにちは、こんばんは。二度目ましてだけはごめん、あー、ありがとうございますこんにちは、こんにちは、やっほー。551は本当に切るならあんまん、いいね、甘いのも美味しそう。こんにちは、こんにちは、やっほー。実は今日あのやりたいことが一個あって、それをする予定なので楽しみにしておいてくださいハードル上げちゃうっていう。30分ぐらいになったら始めようかなって思ってます。なんだろうな。あ、でもそんな期待はしないでくださいね。あの本当に趣味程度のことなんで、あんまり期待はしないでください。あ、ダメですよ、あんまり期待しては、期待しちゃダメですよ自分でハードル上げといて自分で下げるって、あ、超期待しないでくださいやだやだ、期待しないで、みんな。いや、期待しくないって、まあ、期待もしてほしいけど期待はしないでくださいまあ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 、ドキ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 。タロット占い占いとかね、習得したいけど、そう、ハードル3メートル、たっけー、たけたけたけよ、やっほー、やー、初見です、ありがとうございます、やっほー。
そう、占ってもらいたいんだよね。タロット占いで思い出したけど、将来って気にならない？そう、撮影会を参加するって楽しんでるやったー、楽しみだ、待ってるよ。サッチヤッホーヤッホーヤッホー、タラタタタタタタラタタタラタン、トル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 ルルル、タラタタ。占い信じないタイプ。でも今あれ2パターンありますよね。やっぱ私信じちゃう派。そう、信じちゃうの私。将来もオタクやってる未来しかない。いいじゃん。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ヤッホー。カラオケはしないけど、30分になったらちょっとやりたいってことがありますよ。こんばんは、こんばんは。あ、悪いことは信じません。そう、都合がいいので、私の脳みそは悪いことは全然信じません。そう、いいことだけ信じますよ。そう、占いはいいことしか信じない、一生。そう、いいことはもうびっくりするぐらい、あの、嘘だよって言われるぐらい信じてます。いや本当に決まってんじゃんってね。そう、それがいいよね。そうだよね、そうだよね。こんばんは、こんばんは、ヤッホー。おみくじ絶対引きます。そう、絶対引きます。悪いことは寝たら忘れる。あ、いいな。忘れるときと忘れないときがすごい差がすごい、私は。なんか夢とか、悪い夢この前すごい見てて、あ、でもそう、ツボ系は絶対私信じない。その髪の長さでポニーテールできますか？ポニーテールか、一つ目多分ね、このくらいならできるんだけど、ポニーはね、この辺でしょ、ポニーテールってはね、多分できないんだね、まだ。っていう感じです。そう、全然友達だったら儲かる。ああ、確かに。サチね、サチしか、そうだよ、サチだから、ありがとう。こんばんは、こんばんは、ヤッホー、こんばんは。浴衣の髪型はまだ悩み中です。めちゃくちゃ悩んでる。こんばんは、こんばんは。不思議な術は、多分モノ系は絶対買わない。なぜか知らないけど、それはね、なんか、これを持ってたら、絶対に、あ、なんか何だったっけ？これをも、え、買わないと不幸になりますは絶対信じてない。買わないよっていう。あ、でもどうだろうね。わかんないよね。けど多分今のところはね、絶対買わない。サッチ、ヤッホー、ヤッホー。200円、あ、でもお守りは信じてる。あの、ちゃんとしたとこは信じてるよ。ヤッピー、ヤッピー、ヤッピー、ヤッホー。ヤッホー。今時そんな、そういう、確かに確かに。ないよね、絶対。確かに。そうだよね。なんか、うまい技で買わせようとしてくるから。そうだよね。気をつけます。スチュール見た、面白かったって。やった、ありがとう。私の初テレビ出演ですよ、セタチュアルは。ありがとうございます。ウインクちょうだい。私ウインクできないんですよね。ほら、そう、できないから1回だけです。そう、ウインクできるようになりたい。できてる、あ、これできてるの？なんかさ、本当に綺麗な人はさ、片目本当に開いてて、本当にウィンクじゃん、片目。そう、それぐらいできるようになりたい。サチだ、ヤッホー、ヤッホー。 ありがとう。嬉しいです。こんばんは、こんばんは、ヤッホー、こんばんは。本当だね、今日すごいタバカ。サッチ、こんばんは、土曜日のステーキ。あ、どうだろう、ちょっと詳細は
すいません、わかります。さっきポケセットの CM 出るくらい。本当に？やった、ポカリスエット、ぜひよろしくお願いします。なぜか自分の足をウィンクに勝てない。全員ですか？ほら、片目閉じちゃう。いいかもって。やった、ポカリスエット、よろしくお願いします。 CM ぜひ皆さんよろしくお願いします。ポカリスエットいいね、出たいな。中学生の時体育祭で踊りましたね、ポカリスエットの曲を。君は違うな、何の曲だっけ。ひろのりさん、ありがとうございます。めよこうちゃんさん、ありがとうございます。トリ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 、来るといいな。曽川咲です。アピールしとこ、曽川咲です。そうそうそう、校庭で踊ってたやつ。オロナシー、オロナミシー、カルピス。関係者の方、CM 待ってますか？関係者の方、CM 待ってます。アピール。サチのポカリの CM めっちゃ送る。本当に？やった、出たいな、CM。こんばんは、こんばんは、こんばんは。絶対 CM だ。やった、ありがとう。嬉しい。カルピス見えそう。お、やった、カルピスめちゃくちゃ飲むですよ。オーチェイ、オーチェイ、愛媛声だよ、だって。やった、待ってる。あ、飲料系の CM お待ちして、あ、シーブリーズ。じゃ、爽やか系全部やりたい、待ってます。お、30分になりましたね。皆さん期待しないでください。いや、本当に期待するぐらいではないです。私が最近またじゃない、なんていうの、修理して、一昨日ぐらいに、あ、間違えた、一昨日ぐらいに修理をしたので、やっとできるようになったっていうあれです。わかりました。そう、修理、まあ、言い方はちょっと違うんですけど、そう、変えたのでできるようになったので紹介します。今日の相棒、じゃじゃーん、サッチーのマイギターだよ。そう、みんな見えた？そう、今日はギター、そう、この前、昨日か一昨日かぐらいに弦がずっと錆びてて、そう、びっくり、ずっと錆びてたみたいで、それを昨日買いに弦を交換しに行ったので今日しようと思います。そう、その店員さんにも、すっごい錆びてるけどいつから変えてないのって言われて、あ、そんなに錆びてたんだって、ちょっとごめんなさい、ギターって感じ。イエーイ、サチのマイギターだよ、これ。なので今日はギターを配信しよう、ギターをしようと思います。そう、ギター持ってるんです。ちょっとテロップに書こう。語りしてみよう。それなので今日は弾き語りを、どこのメーカーの、これはヤマハです。 I love ヤマハですよ。そう、ギターでもなんか言い訳みたいになっちゃうけど、最近弾いてないのでちょっと、そうですね。言い訳だ。そう、何にしようかな。Thank you.
何弾こう、何弾こうかな。STU の曲弾きます。 STU、 STU、 あれれれ、ちょっと待ってくださいね、ちょいとお待ちあれ。 STU、 TU、 あー違う違う、オッケー。あれ？あれ？あ、来た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 。あら？ちょっとすいません。ちょっと席話しましょう。準備時間まで。すいません。ちょっと段取り悪すぎて。そう。ありがとう、待ってくれて。あれ？どうしてんだ、あ、来た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 。じゃあ STU の曲を。ん？来ないね。あったあったあった。いい天気ですね。いい天気だね。そう。何にしよう。準備 OK です。何にしようかな、曲。あのカラオケになくて、でもずっと歌いたかった曲歌っていいですか？チューニングどうだろう、大丈夫かな、多分ずっと。あ、え、すごい、当ててる方いる、今当ててる方いた。いきます。あの頃一番好きだったのは近くの一本道、春には桜が両脇に咲き乱れ綺麗だ。僕らは何度も行ったり来たり往復していたね。今思えば何をそんなに語り合ったのだろう。風が吹いて枝が分かれ、花びら舞い散っても満開の夢はずっと消えないって信じてた。瞬間しゅぶと過ぎてゆくよ、できなかった何か残して、そしてまた次にめくるまで次のチャンス待つんだ。あれからずっと空を見上げ、今度こそはどちかもの、あ、ものなのか。花は咲いて散ってまた咲く日まで、君のことは絶対忘れないよ。偶然ここにやってきたのは何年ぶりだろう。桜は咲いてはいないけど懐かしい景色だ。一人で辺りを歩いてみたら切なくなってきた。二人でいるだけでどうして楽しかったのだろう。雨が降って街が濡れて誰かを恋しい時、青空と君のことをなんとなく思い出す。瞬間しゅぶと、もう 20%、 ごめんなさい。それではもう一度サビから。なんとなく思い出す瞬間しゅぶと、この季節は誰のためにあるのだろうか。出会うそのいつの日か去って散ってしまうのに、ここから見え道の先に昔愛した君
れからずっと空を見上げ、今度こそはどっちかものなのか、花は散って咲いて散ってまた咲く日まで、君のことは絶対忘れないよ。でーす。イエーイ。ギター初披露。ありがとうございます。今のは STU48 で僕らの春夏秋冬でした。この曲大好きなんですよ。でも。あれがなくて、カラオケがなくてずっと歌えてなかったので、今日歌えてよかったです。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。と今日は10時までギターの配信をしたいなって思っております。ありがとうございます。すごいですね、ハードロックよかった。ふう、新曲、あ、新曲、深呼吸、深呼吸できた、よかった。ありがとうございます。次何にしようかな。どうしようかな、どうしよう。新曲作っちゃうってね、作詞作曲とかもすごいやってみたいんですけどね、やってみたいですあ、じゃあ私のラジオ配信を見てくださった方、あのショールーム審査の時、あ、僕みとか暗闇もいいね、風松もいいね。どうしよう、僕みしよっかな。僕はこの海を眺めているだよね。じゃあ一番だけ自信があるので、あれそう、人間関係得、あ、すぐ、はい、すぐ、すぐ始める。じゃあ、いきます。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も、僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、見かける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登ればほっとしてくる。人生で48で僕らはこの海を眺めているの一番でした。ありがとうございます。この歌は本当弾き語り向きですね。なんかしっとりしてる感じがいいなって思いました。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。アルペジオで弾けるたまげた、ありがとうございます。そう、アルペジオで声がすごく好き、ありがとう、やった、そう、ありがとうございますギターが見えないね、よいしょ。
ガちゃん、あ、笑顔のチャンスでも、チェン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 、ちょっと一回やってみようか。でもあれかも、最初のテン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 が弾けないかもしれない。あ、瀬戸内の声いいね。なんかギターに合いそう。あるかな楽譜が。あ、楽譜がないかもしれない。カピョーン、おっとありました、ありました。懐かしい、もう懐かしい。お披露目歌ったやつ、ちょっと一回練習じゃないけど軽く。これはまだ練習で君と語り、いつもどっちがいいと思いますか。いつもここに来て、いつもここに来て、どっちがいいかな。いつもここに来て、いつもここに来て。最初は単音で、じゃあ単音でいきます。単音ってこっちだよね。いつも、あ、やべ、こっち、こっちですか。合ってる。じゃあこっちで行こう。じゃあ行きます。あのスクロールが早くて、ちょっともう一回やります、ごめんなさい。スクロールをちょっと遅くしますね。あ、できなかった、できなかった。ちょっとゆっくりやります。もう一回いきます。すいません、もう一回やります。いつもI'm not afraid to die.
楽譜が過ぎちゃった。過ぎ去ってもこの自然が幸せの最後ちょっと変な折り方になっちゃったけど、ありがとうございます。今のは ST48 で瀬戸内の声でした。イエーイ、ありがとうございます。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 はじめまして。ありがとうございます。癒されます。やった、パチパチパチ、キタスルコチ、ありがとうございます。キャノタウラララ、ありがとう。息をする心、鼻だれ、暗闇、いいね。どうしよう。じゃあ1番いけるかな。53分、あとチトチト STU。あれ、なんかね、楽譜がなかなか出ない。そう、あら、あら、あ、来た来た来た。あれ、なんかね、楽譜が、あ、どうしよう、楽譜が出てこない、出てこない。ちょっとしばしお待ちください。ごめんなさい、つけ回しつけ回し。すいません、楽譜が隠れちゃった。ABCDEFGH、 かっこいい、ありがとうございます。そうそう、落ち着いてね、落ち着くのが大事だよね。そう、焦ってる、今すごい焦ってる。 ABCDEFGHIJKLMA、 あれ、どうして急に出てこなくなったんだい。すいません、ちょっとあれ、なんでなんでなんで、お願いします。あれ、なんかね、急に出てこなくなっちゃった。あれ、なんだ、もう曲検索にしよう。何にしよう。落ち着いてて、ありがとう。何しよう。暗闇？どっちがいい？何がいい？暗闇。じゃあ暗闇いきます。なんかね、楽譜を出すタブレットもう一個準備してるんだけど。あ、あったあった。グッド。お、じゃあいいですね、いい。じゃあ1番だけかな、壇上を読みたいので時間的に。ワイハイくん、あ、いけた。じゃあサビだけいきます。やっぱサビだけにします。夜夜夜いけそう。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに、今は暗闇の一番のサビでした。ありがとうございます。皆さん
ありがとうございます。通称ギターと私の相棒よいしょ。それでは一回ギターをかけて、お、大丈夫かな。ありがとうございます。今日初めてのギターライブ配信でした。それでは最後に壇上を読まさせていただきます。13位もんまるくんさん、12位20世紀ともちゃんさん、11位かたむずりさん、10位ゆきおさん、9位りゅういちさん、8位おごくまさん、7位おりちゃんさん、6位しみずさん、5位りんごさん、4位まっつさん、3位りょうちさん、ありがとうございます。リクエストもありがとう。2位くまねパパさん、ありがとうございます。2位たくさんありがとう。1位やすべえさん、ありがとう。ハートもたくさんありがとう。1位ありがとうございます。皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。イエーイ。そう、今日は初めてのギター配信でしたのでドキドキでしたね。初弾き語り、はい、よかったって皆さんありがとうございます。嬉しい、また弾き語ってって弾き語りありがとう、嬉しい。またぜひ弾きたいです、コンサート。あ、なんかよかったよかった、自分であげといてね、よかったよかった。スカート、あー本当ですか、そうだ違う、ありがとう、よかったって、時の配信ありがとう、またお願いします、ありがとうございます。人の始めりだから、うまくてよかった、ライバイバイ、ありがとう。ありがとうございます、たくさん褒めていただいてありがとうございます、すごく嬉しかったです、ありがとうございます。ぜひまた弾くので聞きに来てくださったら嬉しいです、大好きなので。あ、それじゃあと30秒もないので、皆さん今日も一日お疲れ様でした。配信見に来てくださって本当にありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。おやすみ、バイバイ、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました。